知って得するアドバイス、甘いものが欲しくなくなる5つの食品ということで紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることで甘いものへの依存が収まり、体重を減らす、健康的に痩せるということがとても簡単になります。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、甘いものが欲しくなくなる5つの食品ということで紹介していきます。甘いもの、白砂糖、精製小麦粉、質の悪い脂質など、どうしてもジャンクなものが時々食べたくなりますよね。疲れてる時に甘いもの、チョコレートとか食べちゃうと血糖値が上がって、すごく安心して疲れが取れる気しますよね。ですが、これらの不健康な食べ物というのは、体が必要とする栄養素がほとんどなくて、血糖値が上がり、カロリーが上がり、肥満のリスクが上がります。頭では分かっているんだけど、ついつい甘いものに手が伸びてしまう。食べるとストレスが発散になり、心が落ち着く。だから定期的に食べたくなる。そういった依存がですね、どんどん肥満になっていきます。そこで今回は、そういったものを食べたくなる衝動を抑えるのに役立つ食品という紹介になります。今回紹介する食品は、どれも自然な甘みがあるということです。健康的な糖分や自然な甘さを提供してくれる食品というのは世の中にはたくさんあります。それらを健康に悪いものではなく、健康にいい食品を選ぶことで体は満たすことができますので、ぜひ最後までご視聴ください。1つ目、シナモンです。人気の香辛料でもあるシナモンは、2型糖尿病の自然療法でも使われることが多くて、血糖値を下げるとともに胃の消化作用を遅らせるために、食後に甘いものが欲しくなる衝動が収まります。いろいろな使用方法があるシナモンですけども、最も効果があると言われているのはセイロンシナモンです。いろいろなものに振りかけたり、お茶に少しかけたり、蜂蜜に混ぜて少し取ったり、そういった感じで活用してみてください。2つ目、カボチャです。カボチャは炭水化物が豊富なんですけども、食物繊維を多く含んでいるので、吸収がゆっくりなので、血糖値を安定させるために役立ちます。気持ち悪い話ですが、甘いものをドカ食いしてしまう方っていうのは、腸内に寄生虫がいる場合が多いと言われてます。その寄生虫が糖分を餌としているので、甘いものへの欲求が強くなると言われております。恐ろしいですよね。そこで、カボチャだけではなく、カボチャの種を一緒に食べることで、寄生虫の排出に役立つ自然療法ということで、古くから言い伝えられているようです。ですので、カボチャの種というのも、ぜひ食べてください。そして、カボチャをですね、スライスとかして、シナモンを振りかけて、オーブンで焼いて食べるとか、もう最高です。ぜひ、やってみてください。3つ目、人参です。よく断食とかでですね、人参スープ、味噌汁、それだけで過ごすというぐらい、人参というのはすごく栄養があります。人参にも糖分があるんですけども、かぼちゃ同様、ゆっくり吸収されるので、血糖値が上昇することなく、甘いものへの欲求というのが減ってきます。ミキサーで人参ジュースを作ったり、スティックにして生で食べるとか、すりおろして薬味などで一緒にご飯と一緒に取り入れてください。4つ目、さつまいもです。さつまいも、焼き芋とかにしたら甘くて美味しいですよね。このさつまいもも甘くて美味しいんですけども、糖分と食物繊維両方ありますから、糖分がゆっくり吸収されて甘くて美味しいんですけども、血糖値が上がることなく甘いものへの欲求というのが収まってきます。ですが、注意点としては、糖分がやはり多いですから、夜食べるんではなくて朝や昼に食べることがおすすめです。ラスト5つ目、ステビアです。よくシロップのコーナーとかに置いてあるんですけども、このステビア、天然の甘味料ということで人気急上昇しております。これはシナモン同様、血糖値を安定させるために摂ることをおすすめします。甘みがあるのにカロリーはゼロ、最高ですよね。砂糖の代わりにステビアを取り入れて、甘いものに対する欲求というのをうまく調節していきましょう。摂取方法としては、
お茶やレモネード、ブラックコーヒー、そういったものに適量入れて甘みというのを取り入れてください。ということで今回5つ紹介させてもらいましたけども、この5つをね、自分でうまく組み合わせて白砂糖、精製された小麦粉、そういったものをできるだけ控えて、今回の5種類をうまく活用しながら少しずつ甘いものへの依存というのを減らしてください。そうすることで自然と1日の摂取カロリーが減り、ドカ食いがなくなり、自然と健康的に痩せることができますので、ぜひ参考にしてください。勉強になった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。これからも少ない回数、短い時間に効くエクササイズ、そしてダイエットに関する知って得するアドバイスということで紹介していきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.